こんばんは。5月18日午後7時になりました。第238回ですか。しゃべりましょう。行ってますね。順調に進んでおります。今日の松代なんですけども、最高予想気温は26度だったんですけども、結果は見なかったんですよね。実は今日ね、慌てて帰って、仕事に帰って慌てて夕刊見たらですね、浅田真央選手がなんか現役を続行するっていう話じゃないね、なんか辞めるっていう話だったんですけども、今日なんか記者会見して、続行するというようなことで出たらしいですけれども、先ほど松代、ずっと松代にいたんですけどね、大阪なんで山の向こうなんでね、この町のこと全然わからなくて、帰ってきたら今日松代大騒ぎだったらしいですね。火事があったみたいで。火事あったんですかね。はい、大きな火災がございます。そうなんですか。いや、松代でもね、水上の裏だからね、さっぱりわからないんですよ。そうなんですかね。いやいや、今日だいぶなんか炎症したみたいなんですかね。そうですね、お隣とも被害を受けられたようですけれども、いやいや、そんなようなことで、今日も生放送でお送りしております。ということでね、もうお話ししてしまったんですけども、今日はですね、4月からですね、長野市教育委員会の文化財課の松代文化施設と中ですね、管理事務所の所長さんですね、近藤所長さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。はい、近藤です。よろしくお願いいたします。早速なんですけども、はい、所長さんに、その近藤さん、今年の4月ですよね。はい、4月、先月から、ね、そうなんです。はい、1ヶ月ちょっとになります。はい、でその前ってのはどちらにいらっしゃるんですか。はい、前任は青木島町にあります第一学校給食センターというところにおりました。まあ、こちらの方では小中学校への給食の提供ということで、まあ23の小中学校に1万1000食、まあ約1万1000食の給食をまあ毎日提供させていただいていたというような施設でございます。1万食、そうですね、大変ですね。市の仕事としてこう食べるものを作るという仕事っていうのは本当にここあるいはまあ保育園等しかないんですけれども、まあ本当に食べ物を作るという、それを業務とする職場で貴重な体験をさせていただきました。はい、ずっと いらしたわけじゃないんですよ。その市の本庁舎にもいらしたり、給食センターの方は2年間在籍しまして、はい、それ以前は支所や公民館等のこう出先の機関、あるいは本庁での税関係、あるいはまあ水道関係、そういったような職場を経験しております。そうするとその文化財みたいな、はい、お仕事っていうのは今回初めて。そうなんです。文化財に関わる仕事っていうのは本当に初めてなんですけれども、まあ、前任の給食センターでは子どもたちの発育に必要な栄養、まあ、食育を満たすというような仕事だったんですけれども、まあ、今度はその文化財を通じて皆さんのこう知的欲求を満たすというような面があるのかなと、まあ、今までの仕事と中身は異なりますけれども、どちらもこう心を満たすというところでは共通したところはあるのかなというふうに思います。はい、それでまあ、心を満たすなんてね、かなりいいふうにおっしゃっていただいたんですが、ちょっと小さなことを申し上げてしまいましたちょっとね、どうですか、はい、新入されていかがですか、お気持ちは。そうですね、まあ、本当に今までこう通勤が四輪車での通勤が多かったんですけれども、うん、私も京野に住んでいるということで、はい、歩いてもあるいはまあ自転車でも通勤が可能な職場ということで、うん、まあ、先日も自転車で通勤をしてみたんですけれども、中学とか高校以来、うん、にこう自転車での通勤というようなことで、新鮮な気分で、そうですね、はい、まあ本当に季節の移ろいも感じながらの通勤というようなことで、本当に新鮮な気持ちになりました。はい、じゃあ就任されてそういうところ良かったですかね。あ、そうですね、はい。あ、そうですか。まあまあそういうこともそうなんですけども、その具体的にですね、はい、所長さんになられて、その意気込みというか、はい、こんな風にしていきたいというのはなんかお気持ちあるんですか。あ、そうですね、こんな風に、はい、まあ、本当に文化財に携わる仕事ということで、うん、
今ある文化財というものも関係の皆様のご尽力で、まあ、保存整備が進められてきたという、うん、貴重なものと思います。でこういったものを本来の姿形で後のようにこう継承していかなければならないと。かっこいいことを言いますね。ちょっとテレビなので、はい、すみません。そういったことを考えると非常にこう重要な職務ということで身が引き締まる思いで、はい、おります。いや本当にまあ、ね、冗談半分言っちゃいけないんですけど、ね、大変ですよね。そうですね、はい。まあ真田家の12代のご当主、ね、幸春様から寄贈された貴重な宝物、また真田家や松代藩に関わる文化財、うん、まあ、その文化施設、まあ、そういった本当に多さっていうものを、うん、豊富さっていうようなものをここへ来て改めて認識をしたところであります、うん、たくさんね文化財、なんか国とか県とか市の、はい、指定文化財、そうですね、はい、市内にはそうですね、でも市内のことをちょっとご紹介しますと、そういった指定文化財っていうものが市内には約450件ほどございます、うん、はい、でそのうち約まあ110件ぐらいが松代に所在するということで、本当に4分の1が、こう私どものこう身近に存在するという本当にすごいところだなと改めて思います。そういうたくさんあると嬉しいけど、はい、気は使いますよね。そうですね、たくさんあると、まあ、それは管理する立場となると本当にちょっと気を使わなければならないところも、ね、はい、出てまいります。ただまあこれだけのものが身近にあるということで松代の皆さん本当に誇りに思っていただいていいのかなというふうに思います。やはりね、一番怖いのは先ほどね、冒頭ね、はい、そうですね、はい、火事になったら、本当に大変ですよね。そうですよね、それも気遣いますよね、形あるものがもう本当に全てなくなってしまうということで火災には十分注意をということで、今日も帰りに職員にはちょっと、伝えたところであります。で、所長さん、はい、小野さんね、就任されてすぐに大型連休あったじゃないですか。あ、はいはい、あそこら辺どうでした、もうすごくバタバタって言っちゃいますけども。お忙しかったですか。そうですね、連日宝物館にも数百人ほどのこうお客様にお見えいただいたんですけども、外へ出ますと本当に県外からの車、県外ナンバーの車が多数おいでいただいてまして、で、まあ、本当に日中のすごいにぎわい、あと勤務が終わってからちょっとこう外へ出てみますと、いつものこう静かな街に戻っているというね、まあ、本当になんかこう日中とその後の、はい、違いに驚きました。で、またゴールデンウィーク期間中には六文旗のエッサー、星沢さんにもおいでいただきまして、初めてお会いしました。私初めて会うことができまして、はい、可愛かったですね。あ、可愛かったですか。はい、あと松代藩の皆さんが運営されてます人力車にも体験乗車をさせていただきました、うん、貴重な体験をさせていただきました。はい、それで、まあ文化財の、ね、管理事務所ということなんですけども、どんな施設たくさんあるんですよね。はいはい、まずどんな施設を管理されてるんですか。はい、これはい、ちょっと写真の方をご用意させていただいたんですが、こちら皆さん、まあ、外観よくご存知の、宝物館の玄関、ロビーの、はい、写真になります。12代当主だ。そうですね、幸春様 で、はい、でちょうど今真っ白文化財ボランティアの方が、おいでいただいた方にいろいろこう解説をしていただいているというような場面で、ございます。これが、まあ、宝物館の玄関、はい、ね、そうですね、はい、でこちらの方が真田邸になります。はい、でちょうど今新緑の季節ということで、お庭が非常に綺麗です。でおいでいただいたお客様も園に腰を下ろして庭をじっくりと眺めて、おいでになるというような姿も見受けられます。ここはこれは庭から撮ったんですね。そうですね、はい、だからもう今のね、縁側からこう庭を見るのもすごくいい。そうですね、時間があればぜひ本当にじっくりと、ね、はい、ご覧いただければと思います。向こうに借景ですかね、山が借景になって、ね、いい眺めですよね、はい、一
度ね行かれるといいですね。はい、でこちらが、はい、文部学校になりますが、はい、文学書の改修工事も無事終わりまして、はい、そうですね、はい、現在ご覧いただけるようになりました。で、この土曜日日曜日には文部学校杯争奪の剣道大会ということで、全国から小学生中学生が参加されまして、何百人、1000人近くいらっしゃるんですよ。ではないですかね。全国的にも有名ですよね。そうですね、年々本当にこう広まって、今回も40数団体がおいでいただいたというふうには聞いております。はい、やっぱり双日女での決勝戦というのは本当に魅力があるんだと思います。こちらが、はい、こちらが旧横田家住宅になります。はい、かっこいいですね、これね。そうですね、でちょっとこの写真は季節が違うんですけれども、4月着任早々行った時には玄関に門をくぐったところにしだれ桜が見事に咲いていまして、これ南側ですから。そうですね、はい、庭の方から反対側になりますね。はい、私もねたまに撮った時にね、にわか写真なんだカメラマンとか、はいはい、たくさんいらっしゃいました、そうですか、素晴らしいですよね。まあ、本当にちょっと閉館時間になると門を閉じてしまうんですが、本当に夜もご覧いただければいいような桜だなと思いました。はい、やはりこれ前から見ても、中から見ても本当に素晴らしい武家屋敷ですね。はい、こちらはそうですね。はい、あとその他造山記念館等もございます。はい、そういった施設では私どもの職員が笑顔で皆様をお出迎えさせていただいてます。綺麗な女性たくさんいらっしゃるからね。あ、そうですね、それぞれ個人的な感じ方あろうかと思いますが、スタッフ見られたら、そうですね、でも本当に笑顔は素敵だと思います。あ、そうですか。はい、でこちらが、松代城跡になりますが、ちょうど桜の写真になってます。これ桜ちょうど咲いてますね。はい、で先月17日に松代城にちょっとカモシカが、やっぱ桜を鑑賞に来たのかどうか、はい、聞いてみました。ちょっとカモシカの言葉はわからないので残念ながら、はい、かなり長い時間居座っていたんですけれども、本当にじっと動かず土塁の上で、はい、じゃあやっぱり桜見てたのかな。そうですね、ちょっとこう反対側をじっとこう見ていたような感じだったですけども、今度来たら聞いてみて。そうですね、はい、ぜひ。はい、でこれがさ、こちらが、はい、こちらが、そうですね、これは4月4日にオープンをしました、寺町商家旧金箱家住宅に、はい、なりました。金箱って、そうなんです、濁らないんですね。箱ではなく金箱と、はい、読むということでございます。で、こちらの方は指定管理制度ということで、夢空間松代の町と心を育てる会が指定管理者として、全体の包括的な管理運営をいただいているというところでございます。その他にも旧樋口家住宅、あるいは旧前島家住宅、山寺定山邸などがございますが、こちらについては地元の協力会等の皆さんで管理をいただいてます。これですね、これが、はい、これは金箱か、はい、旧地 寺町商家、そうですね、ですね、はい、はい、これは武家屋敷ですね。武家屋敷山寺定山邸前島区、はい、樋口家と、それぞれ、はい、こちらの方は無料で、そうですね、はい、ご覧いただけますので、はい、先ほどの受付の綺麗な女性っていうのは、はい、常駐はしてないんですけども、入場料ですね、はい、でこちらの方は無料なんですね。そうなんです。こちら今のこちらの、もう一回映ってます。こちらのどこだ、あ、ここか、寺町商家は、これはどちらが撮ったんですか。これは道側から撮ったんですかね。そうですね、はい、寺町の鳥の方から、はい、これは庭の方から撮ったんでしょうかね。はい、わかりました。あとはたくさんあれですかね、管理されてるところは、あとは鐘楼とかも管理されてるんですね。そうですね、はい、その他鐘楼、あるいは
象山生誕地、うん、はい、そうですね、象山先生の、はい、住宅の跡ですね、はい、あと縁武邸と、はい、ございます。はい、ね、はい、すいません、まあ、信号が下手でね、もう時間も過ぎちゃったんですけど、はい、さ最後に一言、はい、この松代の皆さんとか全国の皆さんに何か一言ありましたら、はい、あ、お願いします。はい、あの先日もその刀をご覧になっていた外国からの お客様が、はい、あのビューティフルと、ビューティフルと、はい、あのつぶやいてらっしゃいました。あの直接お話はしたわけではないんですけれども、あのそんな声が聞こえてきました。嬉しいですよね。はい、であとあの私どものアンケートも、あのお客様からいただいたアンケートもいくつかあるんですけれども、そんな中でもあの宝物館の展示品は充実して非常に良いと、またあの松代の町にも本当に趣があって静かな良いところというような、はい、あのこうアンケートのお答えいただいてます。嬉しいですね。であの、はい、来年は大河ドラマがあのいよいよ真田丸ということで、あの放映が決まりまして、真田氏が治めた松代へも一層関心が高まるんじゃないかと思います。はい、で私どももあの真田宝物館を中心に貴重な施設がこの地域の盛り上がりのために役目を果たせるように努めてまいりたいと思います。はい、で皆様にもあの、ね、私たちの共通の財産がありますので、ぜひあの文化財文化施設に対するご理解ご支援をあのお願いしたいと思います。はい、うまくまとめましたね。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、ご苦労さまでした。どうも。はい、はい、今ね、横放送、はい、うん、お知らせ、はい、お知らせね、はい、今、翔さん言ってましたけども、ね、これね、あ、武士の魂、そう、はい、これがどこでやってると思う？え、ぶ、あ、宝物館ですよ。そうです、当たりです、ね、うん、6月のね、21日までやってますよ、ね、なるほどね、はい、これまたぜひね、見ていただきたいなと。これもちょっと珍しいあれだから ね、ぜひ見ていただきたいなと思います。青いの太刀がね、今日までか、うん、ああそうですかね。今ね、所長さんのちょっと惜しかったね。私は言いました。ああそうかね。言いました、ちゃんときちんと言いました。でまた来年もあるのでね。もし今回は来年はさだまるがあるからね。またそれに向けて何かやるかもしれませんよ。うんうんうん、はい。そうそうそう、合わせてね。じゃあ続いて、はい、これはね夢空間がやってますけどね、ロケ地ツアーね、松代でいろいろとね、そのあそうね、いっぱい撮影されてるんですね。うんうんうん、でそれをね、うん、ちょっと巡ろうかなっていうので、はい、これがね、5月の23日土曜日、ね、面白そう、これからやります。真っ白城でお集まりいただきたいなということでございます。いいですね、はい、はい、お願いします。はい、さて、ということで続いて来週は来週あまた宮坂さんでね、あ温泉大好きだって。ああいや私もそうですよ。嘘だよ。いや好きですよ。そうなの、お酒大好きとか、そうそう、酒も温泉も大好き。そうですか、倒れないよ一つね。はい、じゃあ来週はどういう話をされるですか。ね、うん、特にあの松代荘と、うん、それからあとこのあそこのなんだっけ、あの大室にある、あ、ありますね、牧場の湯、牧場の湯、はい、あの松代荘と牧場の湯についてね、うんうんうん、なんかお話をいただけるんですよ。お風呂入った話するっていうの、いや、お風呂に入ってはしないんですが、こちらの方でお話をいただくんです、ね、ちょっと残念です、ね、あのお話はね、はい、お風呂に入ったお話なんで、ね、あ、なるほどね、こちらの方 です、はい、お風呂に入って話せば一番いいんですから ね、 本当ね、どうしますか、うん、ちょっと行くのはみんなどうする、はい、みんな行きます、行かれるかな、急遽、うん、まあ、そうすると本当にそうになっちゃうから、ね、なっちゃうから、はい、じゃあやめましょうかね、はい、はい、じゃあそういうことで来週は、まあ、一応ここで、はい、はい、ということで、はい、はい、じゃあそういうことでよろしくお願いします。それでは来週のしゃべくりましょう、どうぞお楽しみに、はい、お願いいたします。